今もう試合始まってるんだけど、マレーシアリーグ2部クランタンユナイテッドの試合にやってきました。何が目的かというと、元山ですよ。東福岡の鹿島アントラーズの、おーこれもう試合始まってるのに、ちょっとチケットも今買ってね、相手がどこかも分かってないんだけど、そして基礎情報何もない中、元山のチームの監督も日本人で、チームメイトで日本人がいるってことしか分かってません。そんな状況で試合見たいと思います。もうキックオフしてます。っていうか、すげえところでグラブっていう、あのなんていうの、ウーバーみたいなのできたんだけど、入り帰れるのかもわかんない。楽しみたいと思います。とりあえず今チケット見せたら、元山のチームのクランタンのゴール裏かどうかわかんないけど、方の席買ったんだけど、とりあえずあっち行けって言われたんだけど、これどうなってんのこれ。ちょっとこれどうやって入んだよ。入れねえじゃんこれ。これこっち行けって言われたんだけど、入る場所がねえぞ。入り方がわからねえ。 Excuse me, how to go to inside? 言ってくれることになりました。スタジアムからこうどんどん離れて降りて、向こうを歩いて上上がれって言われてる。こんなだよ。どっから入るんだ。入り口近づいてきました。はい、まずここでね、あのチェックしないと入れませんよ。とりあえず彼らにチケットを見せたら、あ、俺ら関係ねえから上行けということで、チケット見せんのはここなんだね。でもこれで撮ってると、これにチケットがあるから一回止めないとダメだね。はい、今入りました。オーケー。はい。おい、これすげえよ、おい。なんだこれ。今18分経過で、クランタンユナイテッド 1-0 で勝ってますね。これが元山だったりしたらすげえ嬉しい反面、見逃して悲しいみたいな。どうですかね。スタンドはこんな感じです。2作戦に2戦目が入りましたよ。あ、今ボール持った彼、一人だけ体がっちりして声も出ていい選手いるなと思ったら日本人ですね。ちょっとハーフタイム前に彼のこと調べたいと思います。やっぱこの中だったらダントツいい選手だね。深井周平君っていうみたいですね。盛岡とか秋田とか八戸でやってたみたい。なんかせっかくの縁なんで応援していきたいな。はい、前半2-0でクランタンユナイテッドリードで終わりました。元山くん、もっとゴリゴリのドリブル見たいけどな。後半期待しましょう。今席を開けなさいと怒られてますね。意外としっかりしてんだね。コロナ対策です。今そちらも怒られてます、席を開けろと。まあ確かにこんだけ空いてんだからくっついて座る必要はないよね。あ、一応あれなんだね、座っていい席ガムテープで貼ってあるんだね。あ、そういうこと。ありゃ、後半始まるんだけど元山交代したんじゃねえの。ありゃ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 、残念。はい、ホームチームが1点返しました。2-1ですね。どうですかこの大熱狂。はい、今入ったのですが、スコアはそのまま 2-0 のままです。そしてね、意外と注目してほしいのが今の時間。あ、1点入りましたね。11時27分。そうなんですよ、キックオフタイムが10時キックオフということで、もう試合終わるともう12時、てっぺん回っちゃうということでね。さっきも見てもらった通り、ここまで公共機関で来れるわけじゃないから、自家用車とかね、レンタカー借りてないと帰るのも大変。
しかも来た初日ということで眠い。でもね、元山とかやっぱ一言ぐらい声かけて帰りたいよね。ということでもうちょっと見ていきたいと思います。発見しました。僕はチケット買ったわけですが、一番上のここの席は畳できます。はい、みんなタダで見てんの？フリー？ベリーナイス、ありがとう。日本代表、ジャパンナショナルチーム、こんばんは。お元気ですよ。試合終了です。2対1。やっぱり負けてこういう風にやって倒れるぐらいまで頑張ってる。デビジョン関係なくこういうの気持ちいいですね。みんな楽しんだ？気をつけて帰ってね。深井君ナイスプレーでしたね。効果持てます。これ試合終わって何人向かってお疲れみたいな何もないんだね。シュシュッと帰ってくわ。これなんかお互いのベンチにこう挨拶行くみたいな、こういう感じなんですね。日本の高校サッカーみたいな。はい、ということで今日はマレーシアリーグ2部のゲームを見に来たんですが、まあ、お客さんも少ないし、でもなんかサッカー好きの人たちが集まってこうサッカーを楽しんでる、うん、いいよね。こういうのがありがちな、知り合いばっかり見に来てる感じでもなく、試合終わったらスーッとみんな帰ってきたけど、サッカーをエンジョイしてる人たちに楽しい空間だったと思います。あと教訓としてはやっぱりちゃんとキックオフには間に合ってきた方がいいね。結局遅れてきちゃって前半ね元山交代しちゃったから、ほんのちょっとしか見れなかったと。残念。また見に行きたいと思います。そう思ったらこうやって来るんだね。しかしクランタンはまあアウェーということもある来ないですな。はい、試合終わってゲート開いてたんで勝手に入ってきちゃいました。これ多分会えるやつじゃね、そんな気がします。すごいやつ見つけました。ちょっとどうもご挨拶を。こんにちは、キャランタユナイテッドの深井周平です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、マレーシアリーグ2部2年目なんで慣れましたし、はい、すごく楽しく。ジェット比べるとレベルどんな感じ？わー、全体的にはちょっと下がるかもしれないんですけど、あの外国人選手の戦いなので、相手に2メートルの黒人選手がいたりとか、めちゃくちゃ速い。そうだよね、はい、全体的にだってマレーシアのトップチームの JDT とか見てもマレーシア人は日本人より下手かもしれないけど、助っ人外人はすごいもんね。すごいですね、本当外国人頼みのリーグだと思うんで。逆に言うと自分もその外国人枠でやってるぜっていう感じでしょ。そうですね、なので僕がちょっと今日ミスっちゃったんですけど、今日みたいなミスしてると言わなかったな。今日はパーフェクトでしょ。はい、パーフェクトだったんですけど、これを見た人が今日ね、はい、あの今度試合見に行ってもいいと思うかもしれないから、ちょっとメッセージお願いします。ぜひ声かけていただければ。大宮ユース出身で、大宮ユース出身で東北の方ばっかりでプレーをしてた、はい、J3 で5年プレーしたので、日本人で興味ある方はぜひスタジアムまで足を運んでください。はい、この人捕まえました。行きましょうか、お願いします。ナレーションの元山です。小木さんって怪我なくやれてるんで。今日開幕だったんでしょ？そうですね、体の調子があんま良くなかったんで、コロナかかったりとか、実は。あ、そうなんだ。そんな情報誰も知らないもんね。初めて言いました。今日開幕だったんですけど、まあ、45分やれて、戦術的な部分に変わったんですけど、まあ、これから上げていけるんで。まあ開幕って自分が開幕なだけで、チームはとっくに開幕してるけど、どうなのマレーシアリーグは。いや、まあ、レベルの高いチームもあるし、つなぐチームもあるし、まあ、球際厳しいところもあるし、うん、まあ、面白いリーグでありますけどね。日本の皆さん、これを見たら元山くんを応援しに、はい、YouTube でやってるみたいなので、よろしくお願いします。はい、そうだよね、YouTube で見れるんだよね、はい、全部ね。元気にします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもー。